裏世界ラボ。喜劇王チャップリン、平成生まれの人でも一度は耳にしたことがある名前ではないだろうか。彼は映画におけるコメディというジャンルを確立した一人である。たくさんの人々に笑顔を与えたチャップリンは1977年12月25日その生涯を閉じた。しかしそのチャップリンの遺体が盗まれたことは知らない人が多いだろう。1977年、チャップリンが死亡する少し前、スイス・レマン湖畔にある小さな町、ブベイからこの事件は始まった。ローマン、こっちだ。館長、来てくれたのか。当たり前だろ。お前は俺の大事な友人だ。館長は友人ロマンが刑務所から出所するため迎えに来ていた。お父さん、この人は？俺の昔なじみのロマンだ。しばらく家の裏にあるトレーラーに住まわせるから仲良くしてやってくれ。よろしく。よろしく、ララよ。あれ、奥さんはいないのか。もしかして出て行かれたとかじゃないよな。いや、病気で入院してるんだ。そうなのか。ふざけて悪かった。大丈夫だ。気にするな。治療したら治る病気だ。そうなのか。それはよかった。治療したらだけどね。こら、ララ。だって、本当のことじゃない。お母さんの治療費なんて、うちにはないじゃない。ララ。館長、大丈夫か？その、こんな時に俺なんて住まわせて。当たり前だ。お前は早く仕事を見つけることだけを考えろ。わかったよ。ありがとう。でも仕事が見つかったら奥さんの治療費を出させてくれ。気持ちだけ受け取っておくよ。それからロマンは仕事を探したが、小さな町ではすぐに噂が広がり、元犯罪者のロマンが仕事を見つけることは困難だった。そして館長も奥さんの治療費を工面しようとしていたが、うまくいかなかった。一体どうすれば。お父さん、クリスマスくらいお母さん帰ってこれないのかな。そうだな、難しいだろうな。そっか。でも昼間は一緒に病院に行こう。お母さんに買うプレゼントはララが選んでくれ。うん。そしてクリスマス当日、館長とララ、ロマンは3人でささやかなクリスマスパーティーを開いた。お母さん、今日は顔色が良かったんだ。良かったな。プレゼントは何をあげたんだ。しおりよ。お母さんは本を読むのが好きだから。そうか、ララの本好きはお母さん譲りだったんだな。お父さんは本を全然読まないから。俺だってたまには読むさ。そんなたわいもない話をしていると、テレビから訃報が流れてくる。ここで悲しいお知らせが入りました。喜劇王チャールズ・チャップリンが先ほど息を引き取ったそうです。チャップリンか、昔によく見たな。88歳まで生きたなら十分だろう。まあな。何気ないニュースの一部だった。しかしこのニュースを見たことで、ロマンはチャップリンの遺体を誘拐することを思いつくのだ。館長、ちょっと話がある。ん？なんだ？トレーラーに来てくれるか。家では話せない。ララには聞かれたくないってことか。まあそうだ。それで？大金を手に入れる方法を思いついた。チャップリンの遺体を奪うんだ。そして身代金を要求する。おい、それは犯罪だ。せっかく刑務所から出てきたっていうのにまた戻ろうとしてるのか。でも悪い話ではないだろう。俺は仕事が見つからない。お前は奥さんの治療費がいる。生きている人間を誘拐するわけじゃないんだ。誰も傷つかない。死体は傷つかないかもしれない。でもチャップリンの遺族は心を痛めるだろう。はあ、お前なら分かってくれると思ったのに。犯罪には加担できないよ。俺にはララもいる。俺がもし捕まったらララも妻も。でもこのままだと奥さんは死ぬんだろ。金はどうにかする。どうにもできてないじゃないか。現実を見ろよ。俺たちのような底辺の人間が金を稼ぐには何か大きなことを起こすしかないんだ。わかってる。でも俺には無理だ。館長はロマンの計画に乗らなかった。だが数日後、母親を思い泣いているララを目撃してしまう。お母さん、寂しいよ。くそ、俺だって寂しい。家族3人でまた暮らしたいんだ。金さえあれば救えるのに。館長は妻を助けるためにロマンの計画を手伝うことにした。棺ってこんな奥に埋めてるんだな。そりゃ浅いところに埋めていたら動物に食われるかもしれないだろ。でもお前が手伝ってくれて嬉しいよ。それにしても本当に大丈夫なのか。平気さ。金を盗んで隠す。そしてチャップリンの家に電話をかけて金を要求する。身代金をもらって俺たちが逃げたら完了だ。え、
それ本気で言ってるのか？ん？こんなもんだろ。それはうまくいった時の場合だよな。警察にだって連絡は行く。逃走ルートの確保とか犯行の日程とかよくわからないけど、そういうのが必要なんじゃないのか？細かいな。死体が盗まれたくらいでそこまで警察は捜査を頑張らない。それより生きてる人間の方を守るだろう。そうかもしれないが、でも俺たちは身代金を要求するわけだし。後のことは棺を車に運んでから考えようぜ。ほら早くそっちを持って。おう。会話からわかる通りに、ロマンたちの計画は驚くくらいにずさんだった。そのですね、チャールズ・チャップリンの奥方で。そうですけど。チャップリンの棺を預かっている。返してほしくば身代金を用意するんだ。金額を。おい、どうする、身代金の金額。決めてなかったのか。いたずらはやめてください。あまりの手際の悪さから、チャップリン夫人に電話をかけた時も本気にしてもらえなかったほどだった。しかしそれから数日後にテレビでチャップリンの遺体が亡くなったことが報道される。なんで犯人は遺体なんて盗んだのかな。どうしてなんだろうな。何かの冗談のつもりだろう。遺体泥棒なんてみんな捕まってるのに成功しないのにやるなんてバカみたい。その後取引は3ヶ月続いたが、2人は仲違いし、頑張だけが続けることになった。しかし最初から詰めの甘かった計画がうまくいくわけはない。何度言えばわかるんだ。明日また同じ時間に電話をかけるからな。やり取りがうまく進まず、焦った頑張が言ったこの言葉が逮捕へのきっかけだった。翌日、指定した時間に公衆電話に現れた頑張を警察が捕まえたのだ。娘のララが言った通りに計画は失敗した。もう一人共犯者がいるはずだ。いない。いる。俺たちは音声でお前らが言い争ってるのを聞いていたんだ。ロマンのことは一切話さないと誓っていた頑張だったが、チャップリン家から条件が出ている。真実を話し罪を告白すれば君の妻の治療費を出してくれると言っている。そんな。悩んだ頑張だが、妻を助けるためには全てを話すしかない。頑張はロマンの名前を話し、ロマンも再び捕まった。しかし2人は裁判にかけられるものの、チャップリン夫人の寛大な処置で釈放されたのだ。そして約束通り頑張の妻の治療費も払ってくれ、病気を治療することができた。治療費は何年かかったとしてもきちんと返済します。ありがとうございました。ロマンもサーカスの仕事を見つけ、充実した生活を送っている。チャップリン家がくれたチャンスを今度は自分たちが誰かに与えられるように、新たな目標ができたからだ。チャップリン夫人が2人を助けた理由は、もしもチャップリンが生きていたら同じことをすると思ったから。映画の中と同じで、現実でもチャップリンはいつでも弱者の味方だった。それは死んでもなお変わらないものなのだろう。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。